三南市は中華人民共和国チベット自治区に位置する地球市の一つ。公用語の正式呼称はチベット5名、ロカ市中国5名三南市。三南はチベット名のロカを意訳した名称。日本語ではチベット名に由来するロカ市、他市、中国名に由来する三南市などの呼称が用いられている。自治区の中央部に位置し、 チベットの伝統的な地区分では、この地区の北部に隣接するラサ市を構成する所存と、共にウー地方を構成し、その住人をウーパーと称する。元来は、三南地区。2016年1月7日、三南地区が廃止され、三南市に設置された。製造高原東南部、ヤルンチャンポ川の下流に位置し、西は、四月市、北は、ラッサ市、東北は、 ニン気シと接し、南はインド、ブータンと国境を接する。本地区のゾナゾーンの南部はニン気シのメトクゾーン、ザユルゾーンとともにインドとの国境紛争地域となっており、名目上これらの所存の南部とされる領域で、インドが実効支配するマクマ本来以南の部分に対し、インド政府はアルナーチャルプラデーシュ州を設けている。海抜3700メートル、気候は恩和、 トバンオーケが、チベット統一に着手し始めた6世紀後半から7世紀にかけて、本拠地を置いた地域で、その拠点ユムブラカン宮殿が史跡としてある。一市かつ区、11県を管轄する。ロカチキャップ三南弁事所チベット地方三南線区、チベット自治区三南区三南市。ありがとうございます。